はい、リアライズです。チャンネル登録1万人、皆さん本当ありがとうございます。なんか趣味程度な感じでぼちぼちやってきたんですけど、まあとりあえず目標にしてた1万人いったということで、本当ありがとうございます。で、最近インテルワールドオープンっていう、まあオリンピックのなんか疑似大会みたいなのがちょうど終わったんで、まあようやくまた YouTube ちょくちょくやっていけるかなって感じなんで、まあ普通にプレイの動画だったりとか、エアドリーとかフリップリセットとか技のなんか解説の動画とかも上げていけたらいいなと思ってるんで、はい、頑張ります。で、今日やっていくのは、とりあえず、まあ設定、ゲーム内の設定系とか、まああとは車のなんかプリセットとか、そういう系を説明していきます。したらまず、どうしよう、カメラ。カメラから。カメラは、こんな感じ。フォブ110、ディスタンス270、ヘイト100、アングルマイナス4、スティフネス0.4。で、まあ、あと下2つは、適当で、好みでいいんですけど。そうですね、カメラは、もう俺、どうだろう。2、3年変えてないかな。2、3年ぐらい変えてない。で、割とね、そう、プロとかもみんなね、大体ここら辺使ってんだよね。ちょいちょい、そのアングルがまあ、3だったりとか、ヘイトが110だったり、90だったりとか、スティフネスが0.5だったりとか、まあ、大体みんなこんな感じだ、こんな感じだから、まあ、リキペディアっていうサイト見て、まあ、好きなプレイヤーいたりしたら、それ真似してみたいな感じで、やるのがいいかなって思います。はい。じゃあ次、コントロール。ここら辺は結構みんな迷う人多いよね。俺は、両方1.95。で、デッドゾーンが0.05。で、どっちデッドゾーンが0.75って感じ。正直ね、先週はね、まあ、好みもあるけどね、結局、一番、その、なんていうの、長い時間使ってる設定がいいかなとは思います。俺はこれはね、どうだろう。まあ、今9ヶ月、10ヶ月ぐらい使ってるかな。1.95。その前はね、1.7をだいたい1年とか1年半使っててみたいな感じで、あんまりここはいじんないかな。で、まあ、そうだね。やっぱ一番プロで多いのは1から2の間、どれか。で、そうだね。まあ、たまにちょっと頭おかしいやつは3とか使ったりするけど、まあまあまあ、それもありかなとは思います。選手が高ければ高いほど、なんか、操作の幅は広がるんだけど、安定しないみたいな感じ。だからもちろん、その、高い選手でも、その、長い時間使うことによって、慣らして、まあ安定はすると思うんだけど、なんかその、毎日ロケットリーグ触んない人とかは、ちょっと低めの選手で、みたいな感じの方がいいかもしれない。で、コントローラーデッドゾーン。このデッドゾーンはね、なんだろう。その、低ければ低いほど、なんかより精密な操作ができるみたいな感じ。例えば、右斜め前にスティックを倒すとしても、その右斜め前のその、なんて言うんだろう、細かさが変わってくるんだよね。だから、真ん前に倒したとしても、ちょっとずれてると、ちょっと斜めになっちゃったりするんだよね。ここが、もし、低いとね。まあで、俺がおすすめするのは0.05から0.1の間かな。結局プロもそこら辺が多い。多分0.05が一番多いかな。で、まあどっちデッドゾーンは、これはね、フリップ2回目、1回ジャンプして2回目の罰を押すときに、どんぐらい、真ん中からどんぐらいスティックが倒れてるかで、まあフリップが出るか出ないかって判断されるんだけど、この数値が高ければ高いほど、その、いっぱい倒さないとフリップが出ないみたいな感じ。でね、なんか、それだけじゃなくて、なんかね、感覚的にちょっとね、変わるんだよね、ここ。フリップ出る出ないだけの、あれじゃなくて、なんか車体が重くなったりとか軽くなったりとか、まあ本当に、何、ブースト変えてとか、ホイール変えて感覚変わるみたいな感じと同じ感じで、なんかね、車体の軽さとか変わるんよ。で、俺はまあ0.75ぐらいがいいかな。
で、プロもやっぱそうだね、ここら辺が多い。大体 0.5 から 0.75 ぐらいの間かな。はい。で、次はキーバインドか。俺はデフォルトから変えてる部分が、L1 をドリフトと空中回転で、R1 にエアロールライト、まあ、空中、ん？エアロールライトか、うん。で、四角に、スコアボード、得点表で、って感じかな。まあ、あとはデフォルトかな、基本的に。で、俺多分他の人と違うのが、その右手の持ち方で、モンハン持ちってやつやってんだよね。で、人差し指で R1 三角丸を押す、基本的には。で、親指で×丸で、親指で×丸を押すときはだいたい人差し指で R1 を押してる、エアロールライトするために。で、ここら辺はね、結構俺その5年半ぐらい前に始めたんだけど、5年半ぐらい前からずっとモンハン持ちでやってて、その昔 COD やってて、まあその流れでずっとモンハン持ちでやってきたんだけど、いや結構ね、モンハン持ちで始めてよかったなと思う。で、まあモンハン持ちしてるプロもまあちょくちょく海外でいるから、ジャスティンとかクイシーはね違った気がするけど、まあジャスティンはやってる確か。でね、マジ強いんだよね、モンハン持ち。本当に強い。なんか、バツと丸、例えばさ、ブーストとジャンプ両方押さないといけないときとか、まあ、片方だけ押したいときとかあるじゃん。そういうときにね、なんか、親指だけでやってる人だとね、なんか、より精密な操作ができないときがあるかなって、なんか見てて思ったりするから。まあ、その、なんか、持ち方にこだわりないとか、なんだろう、まあ始めたばっかだとか、そういう人はね、全然モンハン持ち試すのありだと思う。ただね、やっぱね、指に良くないわ。指がね、ちょっと痛くなったりとかするとき多分あると思うから、まあ全然親指だけでやってるプロもいるから、まあ、全然それでもうまくはなれる。で、次はビデオ。ビデオね、結構そう、ビデオ感覚めちゃくちゃ変わるんだよね。まあまず左上から、まあ、ここはね、絶対これがいい。フルスクリーンのこのバーティカルシンク。これ多分垂直動機かな。これね、絶対切った方がいい。切ると、その、あれ、なんだっけ。遅延が減る。で、フルスクリーン。このね、Windows ボーダーレスってあると思うんだけど、これも絶対フルスクリーンの方がいい。これも遅延が減る。んで、まあ、ここはね、アンチエイリアス。これもね、なんかオフ。大体プロみんなオフ使ってる。で、レンダーもハイクオリティ。で、エンダーディテール。ここはね、ちょっとね、正直よくわからん。で、フレームパーセカンド。これ FPS。まあ、使ってるモニターによると思う。だいたい使ってるモニターよりちょい上の設定を選んどくといいかな。俺はなんか、240Hz のモニター使ってるんだけど、なんかね、たまにカクつくんだよね。だから360にしてる。結構ここで多いのはね、このだいたいここ。これかな？ワールドディテールが、ハイクオリティか、パフォーマンス？どっち派かに分かれるんだよ。プロでも結構分かれてる。そう。なんかね、まあ、簡単に説明すると、ハイクオリティは、なんかね、ボール、トラップとか、空中タッチがね、結構しやすい感じする。だけどね、車が重いんだよね。で、逆にパフォーマンスは、まあ、なんか、軽い。軽いけど、たまになんかぐだるね。けど、俺は、パフォーマンス派なんだよね。プロで、行くとね、ハイクオリティ使ってる、結構上手いプロだと、アストラルとか、ファーストキラー、あと BDS の3人、モンキームーン、マクワイエイト、あとエクストラ、と、あとはね、あとは、あ、ギャレット G。も使ってるハイクオリティ最近は。で、パフォーマンスはクイシーとかジャスティン、あとアルファ54、あとまあフェアリーピークとか、うん、まあと他の NA の上位層、だいたい
パフォーマンスかな。それ以外のテクスチャーとかここら辺のやつはパフォーマンス、ハイパフォーマンスでいいかな。でこのエフェクトインテンシティはね、一回俺このローインテンシティってやつ試したんだけどね、なんかちょっと感覚変わる。で最初使ってた時はいいかなと思ったんだけど、なんかすぐ戻しちゃった、こっちのデフォルトの方に。でこの右下のチェックするところはなんかもうどうしてもみたいな、こだわりがなければもう基本的にこの一番下のゴールポスト透明にするやつだけでいいと思う。はい、次は結構質問で多いのがこの自分が一番使ってるフェネックのカスタム。うん、でまあフェネックデカールなしで、塗装がねアノダイズド両方ともで、アノダイズドのここ右からと下から3番目のところの青色で、赤色も一緒で右からと下から3番目の赤色で、ホイールがクリスチャーノ。昔はねブラックディッシュめっちゃ使ってたんだけど、もう今はずっとクリスチャーノで、ブーストゴールドラッシュ、トッパーなし、アンテナなしで、ゴールエクスプロージョンもずっとこれかな、エレクトロショックのデフォルトで、トレイルももうずっとこれ、エンジンもデフォルトで、次オクタン。オクタンはね最近全然使ってないんだけど、使うとしたらこれ、これかな、ストームウォッチで、ペイントがねまあこんな感じ。クリスチャーのゴールドラッシュで、まあその他は大体一緒、こんな感じです。まあまたなんかこの動画で分かんないこととかあればコメント欄書いておいてくれたら、まあ、なるべく返信するんで、てな感じで今回の動画はこれで以上です。